に2組の夫婦がいるんで、はい、デビュー戦だ。そう、私このね、約3000枚の絵馬が使っておみくじになってて。え、これおみくじなんですか。そうなんですよ。おお、休憩しがてら歩いても、ね、そう、すいません、じゃあお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。よいしょよいしょ、食べたい。ほらほらほら、よいしょ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、今日はどうでした？人多かったですか？多いですね。多いですか？最近もまた、はい、あのテレビの撮影があったんで、そうなんですね、その影響もあってか、おやっぱね、土日は多いですね。多いですか？お像がもうパンパンですね、はい、あ、そうですね今日暖かかったからちょっと折れかけ日和でしたよね。もうめちゃくちゃ汗かきましたよ。あ、やっぱそうですか。今日なんか4月ぐらいの気温になってましたね。あ、そうなんですか、うん、いや、なんかやけに暑いなと思ったんですよ。暑かった、そう、暑かったですね。暑すぎるぐらい暑かったです、うん、あ、はい、お願いします。ゆっくり持ち上げます、はい、背中背もたれにつけててください、はいはい、ありがとうございます。3、よいしょ、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ本日担当します、はい、アリマッティと申します、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日1時間のコースでここに戻ってくる、はい、観光をご案内します、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ1時間はい投資で楽しんでいきましょうね、はいはい、お願いします。はい、少々お待ちくださいね、はい、川越って、はい、なんか面白いバス通ってますよね、結構。あ、そうですね、あの観光バスが通ってて、はいはい、あのなんかメロディーをこう鳴らしながら通ってるレトロなバスがあるんですけど、あのバス可愛いですね。そうなんですよ、あのバス、はい、でも観光できます。あ、そうなんですね、はい、あのバスはなんか、はい、あれですか、あの観光スポットみたいなところの前とかで止まる感じなんですか？そうですね、あのすね、名所を巡ってくれるっていう感じなんで。あ、そうなんだ、はい、いいっすね。あれに乗っても行けますね。へー、うん、面白い、効率よく回れると思います。あ、そうなんですね。そっかそっか、視覚でも楽しめるのがいいですよね。あ、そうですねそう、目で見て可愛いのが、うん、本当ですね、うん。はい、お願いします。お願いします。レッツゴー。ありがとうございます。バスバスね、お店も閉まってくる頃ですね。そうですね、うん、このぐらいの時間の川越の雰囲気はまたいいですね、はい、そうなんですよ、私、うん、はい、夕暮れの川越が、うん、一番時間帯的に好きで。ああ、わかります。でもわかります、はい、風情がそうマシマシ、なんかめちゃめちゃこう雰囲気がいいですよね。そうなんですよ、うん、はい、この時間になると、はい、ちょっとだけ人が減って歩きやすいですね。そうですね、はい、お昼と比べたら全然ですね。そうですよね、うん、そうそう、やっぱあの夕方になるにつれて皆さん帰られちゃうので、はい、そうですね、そうなるとお写真とかも、うん、それこそ撮りやすくなったり。ああ、確かに、うん、あの皆さんとかも入りやすいです、ね、うん、そうですよね、うん、なんかライトアップが始まるから、はい、あの映える写真が撮れますよね。そうですね、うん、時の鐘とか確かに昼はめちゃくちゃ人通り激しいんですけど、確かに結構はけるんで、時の鐘ってあのなんすかね、夕焼けをバックに撮るとすごいかっこいいですよね。そうなんですよ、あの時の鐘自体も夕暮れ、はい、時はちょっとライトアップしますし。あ、そうですよね、うん、確かに、あの浅草もそうなんですけど、はい、なんか結構お昼の時間帯って、はい、
人が多すぎてお店入れないですよ。あ、そうなんですか。そう。そうなんですよね。だからちょっとずれたこれぐらいの時間が観光しやすかったりしますね。そうですね、ベストですね。うん。今日もあの、瀬名銀行の前はいの、かつお節のおにぎりが見えた。あー、はいはいはい。中市本店さんは、はい、やっぱお昼はね、ものすごい人が。あ、そうですか。うん、へぇー。おぉ。ちょっとね、また風情ある小道に。おぉ、すごいですね。路地ですね。はい。今、弁天横丁っていう、はい、通りの名前がついてます。弁天横丁、はい、今はそういう風に呼ばれてるんですけど、はい、昔はね、芸者横丁っていう風に呼ばれてます。ああ、芸者横丁、はい、昔、このね、長屋に芸者さんが住んでましたね、はい、あ、この辺りに住んでたんですね、はい、へえ。なので、まあ、芸者さん、ここで待機して。ああ、そうなんだ。裏道とか入ると、はい、料亭さんとかがね、昔からあったよということで。あ、なるほど。その料亭さんに、こんにちは。こんにちは。で、その料亭さんに、はい、お偉い方、はい、裏からのね、位の高い方とかをこう、おもてなしで。あ、そういうことか。はい、お招きして、そこにさらに芸者さんがね、うん、向かって、立ち向いて。おもてなしをしていたっていうふうに、言われてますね。今すごい短い通りでしたけど、うん、なんか雰囲気すごかったですね。そうそう、なんか急にタイムスリップして、また違う感性な感じですけど、はい、本当ですね、うん、確かに。お、目的地が見えてきましたね。はい、行きました。氷、はい、川神社ですね。氷川神社にやってきました。行きました。おはい、体感しましょう。あ、ありがとうございます。はい、ライトアップされてるんですね。そうですね。おお、あれ、なんか、うん、ガードレール黒いですね。初めて見た。本当ですか。はい、ガードレールの色もね、はい、茶色で。そうですよね、うん。確かに私も言われてみればそうだなっていう感じですね、はい、ガードレール。そうですよね。よ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、OK です。はい、あ、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、はい、よいしょ、よいしょ。はい、春が来るじゃないですか。はい、春は、はい、個人力車でお花見コース。いいですね。はい、桜の季節限定で、本当数週間だと思うんですけど、はい、桜が堪能できるよっていうコースが。本当ですか。はい、お、乗りに来てもいいですか。専用で用意されるんで、はい、あ、そうなんですね。お、それもいいと思いますね。春限定コース。春限定です。いいですね。本当1年の中の数週間なんで、うん、お、絶対楽しい。乗りに行きます、うん、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。私もまだ経験してないんで。あ、そかそか。お花見の、はい、確かに桜は。なるほどね。いや、楽しいですね、うん、いっぱい走りたい。本当ですね、うん、人力車に乗って、はい、お花見って僕もね、まだないんですよ。あ、本当ですか。そう、なんかデビュー戦だ。そう、人力車に乗り始めたのが、うんうん、去年の4月ぐらいからだったね、はいはい、なんで。ちょうどじゃあ、そう、桜終わったぐらいから。すれ違い。そう、そうなんですよ。すれ違いだったか、はい、そう、リベンジですね、じゃあ。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、はい、ありがとうございます。氷川神社って結構あちこちで耳にすると思うんですけど、はい、はい、ありますよね、はい、うん、ただ関東にしかないんですよ、氷川神社って。あ、そうなんですね、はいはい、関東だけで289社あります、はい、あ、そうなんですね、うん、そのうちの一つの
神社が今川越にありますということで。そうなんだ、はい、そうですね、まあ、はい、どこの氷川神社さんも、はい、主催人は佐野の御事さんっていう、そうなんですね、よく聞く、はい、あの方です。はい、どこの氷川神社さんも、はい、主催人になってるんですけど、はい、その他の神社、その他の神様は場所によって違います、はい、神社さんによって違います、はい、ああそうなんですね、うん、ここの川越の氷川神社さんは、はい、スサノオの御事さんと、はい、櫛名姫の御事さんと、足名槌の御事さんと手名槌の御事さんと、はい、大名槌の御事さんの5つの神様、はい、五柱って呼ばれている5人の神様で構成されています。はい、おそうなんですね、はい、でまあ、サザエさんみたいな感じで、はい、その5人が家族なんですよ。はいはい、でサザエさんもあの船と波平、はいはい、あとサザエさんとマスオさんが、はい、まあ、全員家族ですけど、はい、2組の夫婦で成り立ってるじゃないですか。そうですね、はい、でその今紹介した5人の神様も、はい、そういう風な構成でできてて、あそうですね、家族の中に2組の、はい、夫婦がいるので、あ1人余りますね。そうです、大名槌さんは、はい、良縁のご利益持ってる方なんですけど、はい、でもスサノオさんの息子さんですね、大名槌さんは。あ、はい、そういうことか。で、はい、まあその全員が家族っていうことで、はい、家族の中に2組の夫婦がいるんで、はい、家族円満、夫婦円満、あ、はい、そういうことか、のご利益。あ、そうなんですね。あとは、まあ、大名槌さんがね、良縁の神様ということで、はい、良縁のご利益もございます。おという神社さんで、あ、そうなんですね。まあ、ただ総鎮守って言って、はい、川越の中全体、町全体守ってくれてるような大きい神社さんなので、はい、まあ、いろんなことにご利益があります。その3つのご利益以外にも、はい、あ、そうなんですね、はい、神社さんの中にさらに小さい神社さんが入ってるような大きい大きい神社なので、はいはいはい、なので、まあ、それ以外にも一応ご利益あるよっていう風な感じですね。はい、それがですね、はい、川越の名物のおみくじになってて。え、おみくじなんですか。そうなんですよ。かわいい。私もね、持ってるんですけど、ここにね、忍ばせてます。はい、これが会いたいみくじ。会いたい。会いがね、うまくかかって。なるほどね。こっちがね、はい、1年安泰です。安泰？こっちは。安泰。そうなんですね。へぇ、私もね、はい、あ、持ってる。あ、めっちゃ持ってるじゃん。そうなんで、ね、色が若干違って、はいはい、赤い方は1年安泰ということで、まあ、1年丸ごと占ってくれてるようなおみくじで、はいはい、ピンクの方、会いたいみくじは恋みくじですね。はい、あ、そうですね。うん、よく見てみると色がね、若干濃さが違ってたり、本当だ、白っぽいのと、そうなんです、ピンクって感じのがありますね。これとかはもう丸々白ですね。本当だ、はい、夏は限定カラーとか季節によってこう色変わったりします。面白いな。黄色とか青とか出ます。あ、そうなんですね、はい、すごいですね、変わってますね。なんかそうですね、これ結構名物で、皆さんね、これで、ね、釣り竿で引っ掛けて釣る釣り竿だ、これ、うん、お土産になります。本当だ、面白い。ここにね、おみくじが中に入ってて、はい、本当だ、こうね、カップルさんとかこう2つ見てハートになるよっていう風な、へえ、はい、これがまあ川越の氷川神社の名物ですね。めっちゃ面白いですね、ここ結構ね、これやりたいっていう風に言ってくれるカップルさんとか女性の、はい、うん、方多いですね。ああ、そうですか。インスタとかでもやっぱ見てくれてるみたいなんで。ああ、そうなんですね。エヴァのトンネル入っていきます。おあ、すいません。夏は風鈴とか、はい、うん、風車がこの辺にね、わーっと垂れ下がるので、はい、さらに幻想的なトンネルになるんですけど、すごい、約3000枚のエヴァがかかってるよって言われてます。へえ、すごい雰囲気ですね。そうなんです、3000枚か。3000枚。みんなの思いが、ね、たくさんここに。人々の思いが。そうですね。で、まあ、さらに小さい神社がいくつかあるよって言ったのが、はいはい、こういうふうに、ずらーっとね、神社さんが入ってます。もうあっちの方からね、こういうふうに。ほんとだ。ずらーっと。社殿っていうんですっけ。そうですね。すごいですね。はい。いっぱいありますね。たくさん。うわー、すごいな。うん、なので、まあ、ご利益見るといろんなものに利益あります。
あ、これ一応。お水の神様もいれば。雷の神様もいて。あ、雷電神社。珍しいですね。はい、うん、確かに。盗難除けとかも書いてありますね。おお、うん。三峯神社。おお、はい、すごいですね。本当ですね、うん、なんかあまり僕結構いろいろ浅草とか他の地域でも、はい、あの人力車に乗って最近よく、はい、あの神社とか来るんですけど、うんうん、こういう場所はあまりないですね、はい、結構じゃあ大きい規模の神社さんですね、ここは。そうですね、かなりすごいパワースポットですね、やっぱり。あ、うん、京都でいう清水寺ぐらいの、はいはい、規模というか、まあ、パワースポット。ああ、そうなんですね。もう来る、絶対来てほしいです。私は川越に来たら。ああ、そうですか。確かに御神木もあります。御神木でか。欅樹齢約600年あれみたい、あの犬屋舎に出てくる。あ、私犬屋舎大好きなんですよ。浜の屋。はい、そう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 。すごいな。ございますね。立派ですね、うん、あ、台風の時にね、はい、ご神木奇跡的に何もね傷つけることなく横倒れたよっていう。あ、何もそうですね、木によって被害がなかったよっていうね、はい、ご神木です、素晴らしい。すごいな。右手にもね、いやすごいですね、なんかすごい彫刻が、うん、これもね、はい、江戸時代に2人の彫刻師が競い合って作ったって言われてます、はいはい、あ、江戸堀っていう掘り方をしていて、見えるかな、うん、このね、すごい精密な、はい、3D になってるんですよね。そうですね、はい、すごいですね。これ見るとやっぱ日本人は器用なんだなっていうのが確かに分かりますね。確かに、こんな細かい竜とか、うん、本当ですね、うん、匠の技。これちょっとあの、はい、動画だと伝わりにくいと思うんで、これはね、皆さんに見に来てほしいですね。そうですね、うん、結構すごい。生で見たら迫力また違うんで、結構すごいです、うん、これジャパニーズカルチャーですね。面白いですね、すごいな。ここの、はい、氷川神社も、はい、あのお正月の時期とかは結構やっぱ混んだりするんですかね。めちゃくちゃ混みます。あ、そうですか。三が日はもうすごかったんですよ、はい、あ、そうですか。はい、ご案内もする感じですか。そうですね、おやっぱ三が日は乗りたいっていう方も結構いらっしゃるので、はい、うん、いつ、そうですね、お正月付近はめちゃくちゃ、はい、あ、そうなんですね、混みましたね。へえ、神社もそうですし、はい、とかも、あ、期待ね、うん、お参りしたいっていう人が多いですね、うん、あ、なるほど。地元の人も来ますからね。あ、そうなんですね、はい、すごい、あそこもかっこいいですね、中すごいですね。そうなんですね。うん、こんなにね広い敷地で、本当だね。また奥はね、はい、あの新しくちょっとしたね施設が、あ、そうですね、作られてる。お、施設が作られてる、はい、へえ、どんどん広くなりますね。本当だ。何ができるんだろう。大きいですね。そうですね、うん、へえ、楽しみですね、はい、ここは面白いですね、結構、うん、来る価値ある、はい、さらにね、ドドンと、はい、これはすごいですね、これはすごいな。木造の鳥居の中では、うん、はい、広島の厳島神社のね鳥居と並ぶぐらいの規模感で、はいはいはい、日本でも最大級の木造鳥居ですね。でかいな。はい。なかなかカメラに入らないです、はい、うん、よいしょ、すごいですね、はい、迫力満点なんですけど。確かに、まあ、上にね氷川神社って書いてある。ああ、本当だ、はい、変額っていう、はい、まあ、木の札みたいなものですね、はい、が飾られてますけど、はい、そこの氷川神社って書いてある字は、はい、勝海舟さんが書いたと言われてます。勝海舟、はい、へえ、そうなんだ。赤坂の方に勝海舟さんお屋敷を持ってたみたいで、はい、そちらにね掛け軸が氷川神社って書いてある掛け軸が見つかったみたいで、はい、あ、そうなんですね。ここの文字から取られてます。へえ、うん、すごい立派ですね、ここ、ね、なんかね、浅草も一個だけ大きい鳥居が立ってるんです、赤い、はい、
この10倍ぐらいあるんじゃないか。本当ですか。めっちゃでかい。すごい。でかいな。はい、あの辺がこう手元に持ってくると、はい、畳3畳分ぐらいあるって言われてるぐらいなんで。そうなんですね。もうそう考えたら、はい、本当にめちゃくちゃでかいです、ね。ちょっとアニマティさん、はい、鳥居の下ぐらいにいいですか。私ミニマムなんで。もっとわかりやすいかもしれない。おお。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。いや、これでこの鳥居の、はい、大きさがよく分かったと思います。分かりましたね。ありがとうございます。小さすぎるだけかもしれないですけど。そんなことないですよ、大丈夫ですよ。こっちもなんかすごいですね。そうですね。うん、このね。ここは。はい。人が棚橋。人型流し。私もね、やったことあるんですけど。おー、うん、これ、なんだっけ、千と千尋に出てきた。あこれ出てきました。出てきましたよね、あの白を追いかけて、はいはい、白が竜になった時に、はいはいはい、これが追いかけて、追いかけてきましたよね。ジブリ、ここで味わえますよ。けがれをね、払ってくれるっていう、はい、あ、これを流して、はい、そうです、小川に、この目の前のね、はい、小川に食べますね、はい、あ、うん、で、払えたまえ、清えたまえと唱えながら浮かべると、はい、厄が払えるって感じなんですね。そうですね。あ、そうなんだ、はい、溶けてくんですよね、この紙が。あ、この紙が溶けるんですね。はい、おー、うん、すごいな、ここも雰囲気がありますね。そうですね、うん、夕方またいいですね。本当ですね、確かに確かに。うわ、ありがとうございます、はい、めっちゃ面白いですね、ここ。ぜひ来てほしいですね、はい、そうですね。はい、女主の巫女さんは、はい、ヤマタノオロチ、邪悪な蛇を倒した神様として有名なんですけど、はい、そうなんですね、はい、まあ、そのことがきっかけで、はい、こう川の氾濫を、はい、ヤマタノオロチにこう、はい、例えて、はい、川の氾濫を抑える役割として、はい、氷川神社は川沿いに作られていることが多いです。あ、そうなんですね、はい、あ、なるほど。その氷川神社も向こう側にね、新河岸川っていう川がありますけど、はい、川の近くに作られて川の氾濫を抑えるよという役割があるって言われたんです。そうですね、うん、ありがとうございます、はい、今日はあの、あれできますか、乾杯。そうですね、はい、いいですか、ししありがとうございます。これあるかな。ありました。50円でいきます。10倍のご縁がありますね。ほら、いいよ。ありがとうございます。ちょっとだけ持っててもらってもいいですか、はい、ごめんなさい。このあれでいいですか。はい、はい、ありがとうございます。こうやった。ありました。はい。よし。よし。すみません。どうもありがとうございます。はーい。よいしょ。よし。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、2例、2拍手、1例で。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これでバッチリ。はい、ありがとうございます。いろんなご縁がありますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い場所でした。ここもあれですかね、はい、このぐらいの時間だと少し空いてる感じなんですかね。そうですね、全然空いてる方です。そうですよね。お昼は、うん、あの、やっぱみんなタイのおみくじを釣りたいので、はい、そっかそっかそっか。もう今閉まってあるんですけど、はい、タイのおみくじもうちょっと手前にあるんですよ、はい、なのでもうみんな、はい、どのタイにしようかなって、あ選んでるんで。なるほどね、はい、お茶にぎわってますね、やっぱね、4時5時ぐらいで皆さん、はい、うんうん、帰っちゃうことが、あ、そうですか、多いんで穴場ですね。そうですね。この時間帯は。確かに、もうあの、うん、
そうだ、川越の町の方は、うん、お店が閉まっちゃうから。そうですね、閉まった後こっち来るといいかもしれないですね。確かに5時ぐらいにやっぱだいたい閉まるので、はいはい、5時まで、まあ、お腹いっぱいにした後、はい、そうそうちょっとね、はい、休憩しがてら歩いても、ね、うん、取れるんでちょうどいいかなと思います。確かに、うん、あそこにバス停があるってことは、はいはい、ここまでバスで来れるって感じなんですかね。ここまで、はい、来れないかもしれないかもしれないけど、はい、あそこから駅には行けます。はい、あ、そうなんですね、はい、あ、それは便利ですね。そうですね、ここから駅徒歩で戻るってなったら、はい、まあまあかかるんで。かかりますね、20分ちょっとぐらいかな。そうですね、はい、かかりますね。なんで帰りは駅すぐ行けるんで、今ちょうど来ました。本当だ、川越駅行き、はい、あ、これは便利ですね。そうですね、おいいプランですね、はい、一番街で、そうですね、いっぱい食べてお土産買った後、確かにちょっと歩いて、うん、お参りして、本当ですね、帰りはさっと帰れるっていう、うん、バッチリですね。本川越駅も行きますので、はい、あ、うん、本川越駅経由で、はい、お、本川越駅まで行けるんで。本川越もいい場所ですね。そうですね、うん、何でもあります。何でもある便利なんですよ、アクセスもいいんですよね、はい、そうですね、川越は、うん、なかなかこのライトアップされてる神社っていうのが結構珍しいと思うんですよ。はい、アリマッティさん今日すごいネイル可愛いのやってますね。あら、ありがとうございます。ちょっとバレンタインが近かったんで、おお、手元は女です、はい、ちゃんといやいや、全部女の子じゃないですか。何ですか、はい、ありがとうございます。はい、この茶色いガードレールがすごい珍しい。やっぱ景観作りで見えてますよ、うん、かっこいいですね、うん、ガードレールって海外ってあるんですかね、はい、確かにあんまりイメージがない。どうなんだろう、なんか海外って道広くないですか、はい、確かになんて言うんだろう、日本は狭いですよね道、はい、うん、それは思いますね、うん、はい、なんて言うんだろうな、横断歩道とかいう概念が、あ、そうそう、あんまない、そうあんまない気がします。そうなんですよ、結構浅草にいると、はい、あの横断歩道で、あの、なんだろう、信号で歩行者が止まるみたいな概念がない国の人たちがいるらしくて、はい、結構大変な感じですね。あ、そうなんです、はい、もうただでさえ遠いですもん、そうそう、結構、そうそうそう、やっぱうちも外国の方、うん、結構いらっしゃるんですけど、はい、まあ、写真とか撮るときも割と気にせず、はい、アビーロード状態で、そうですね、撮ってます。はい、わかります。文化のやっぱ違いなんですかね。そうですね、うん、あ、ここちょっと長い坂ですね。パワーで、おー、浅草はね、こういう長い坂はないんで、はい、うん、でもなんか橋のところめっちゃきつそうだなって思う、あ、壁があります。東橋ですね、かな、はい、東橋と琴戸橋っていう2つ橋があって、はいはい、そこは登るのが大変そうですね。ですよね、うん、はい、あの車種のお兄さん見て、おお、いや、この坂行くのと思ってもう私はそうっすね、おお、アリマッティさんって、はい、あの川越以外でもなんかどっかの人力車に乗ったことあるんですか。まだないです。あ、そうなんですね、浅草で乗ろうとしたことはあります、はい、あ、そうなんですね。なんかどのお兄さんに、はい、行こうかなって、お悩んじゃって、はい、そうなんですね。そうですね、はい、でもうちの祖父のお兄さんこの間、はい、名古屋、あれ違う、姫路だ、はいはい、うんうん、姫路で乗ったって言ってました。はいはい、うん、姫路、ありますね、あります、はい、結構遠征して、あの、2班とか乗ってるみたいです。あ、そうなんですね、うん、私も、はい、見たいですね、
川越私しか女の子いないんで。確かに他の女の子のジャフの。なるほど、うん、乗ってみたいです。へえ。ちょっとね夕暮れになってますけど、はいはい、本丸御殿ですねこちらが、はい、うん、まあ、本丸御殿っていうのは川越城ってお城が昔あった、うん、はい、部分の一つですね、はい、お殿様が住んでた、お殿様がおられた御殿です。ああ、御殿、うんうん、今残っていますよということで、そういった本丸御殿、お殿様がおられていた御殿は、はい、うん、高知城と川越城しか今ないんですけど。ああ、そうなんですね、はい、そのうちの1個なので、はい、関東で唯一、はい、残っている本丸御殿がこちらです。ああ、そうなんだ、うん、川越城。へえ。歴史をご説明しますと、はい、1457年に太田道館さんっていう、はい、お城を作るのが上手なお侍さんがいたんですけど、お、はい、その方が川越城を築城しました。あ、侍が作ったんですね。そうです。へえ。まあ、その方を上手に、はい、あのお城を作るお侍さんだったので、はい、同じ年に江戸城も、はい、作ってます。あ、そうなんですね。すごいな。1年にね、2つのお城を作った方で、有名なお城を。そうです。ポンポンと作って、はい、まあ、その時代、はい、茨城の古賀、はい、とちょっと敵対していたので、はいはいはい、まあね、城塞として、うん、川越城が作られたよということですね。こう攻め込まれないように、はい、そういった対策として、はいはいはい、建てられたお城です、うん、はい、うん、で川越城自体が大きくなったのはだいたい1650年ぐらいですね、はい、その時代が、9万9000坪を誇るお城になりました。すごっそうなんで す, す, ごいす、ね、ディズニーランドがだいたい15万坪なので、うん、水よりもちょっと狭いぐらいの、はい、まあでもだいぶ広いすごいっすね、お城になりまして、はい、なるほどね。江戸時代ですね、はい、江戸幕府、徳川家の、はい、時代ですね、はい、川越が徳川家の支配下になった時代は、はい、江戸幕府できてから21人の、うん、徳川家の家臣がここで城主になっております。ああ、そうなんですね、うん、江戸幕府できてから徳川家の家臣21人が城主になったお城で、うん、まあ、てっぺんにもね徳川家の家紋が貼られてたりして、はい、しますね。ここにドーンと大きいお城があったってことですね。そうですね、はい、その一部が今残ってるよって、はい、ああ、そうですね。現在残ってるのが、はい、これ中入れるんですけど、はい、中入ったところの大広間と、はい、家老詰所っていう、うん、まあ、政治を取り決めていた場所、あ、そうですね、部屋と、まあ、玄関だけ今残っているよっていう、はい、ですね。なるほど、ほんの一部です。 あ、 ありがとうございます。はい、まあ、その後ね、はい、本丸御殿がこう増築されて、うん、今文化財にもなってますよ。あ、なるほど、はい、陣の、はい、ドラマ陣の撮影でも使われてますよ、はい、あ、そうですか、うん、日本の有名なドラマですね。川越城はね、日本の100名城にも選ばれているような、はい、うん、城なので、なるほど、うん、ぜひぜひ味わってほしいですね、はい、だいぶね、だいぶ真っ暗ですね今。そうですね、ちょっと日が、はい、沈んできました。ありがとうございます。はい、はい、江戸時代には20年ぐらいしか使われてないんですけど、はい、その後ここがね、どういう風な使われ方を、はい、していたか、うん、あとね、付近の学校の屋内体育館として使われました、はい、ああ、そうなんですね、うん、まさか、まあ、その当時は、はい、ここがね、後々文化財になるような、はい、建物だとは、はい、思ってなかったんですね。あ、そうなんですね。で、今、屋内体育館として、はい、おー、使っちゃおうということで、あの建物を体育館として使ってたんですね。そうですね。なので、はい、奥入って、はい、大広間の天井を見上げると、はい、バレーボールの跡とかあるんですね。はい、上にね。そっか。あと残ってるんですよ。へえ、面白いですね、うん。なかなかないですよね、そういうところ。ねえ、うん、今聞くと本当衝撃的ですけど。本当ですね。そういう使い方をしていたみたい。うん、へえ。すごい、この
空が綺麗ですね、この時間は。そうですね、うん、雲がなんか吸い込まれそうな気もしてますね、うんうん。今からじゃあ春になると、はい、川越は桜を見に来るのがすごいおすすめって感じですかね。そうですね、おー、はい、まあ、言うて私はまだ、ね、拝見してないんですけど、はい、まあ、僕の、ね、お兄さんの話聞く限り、はい、もう桜の時期はすごいよっていう。あ、そうなんですね。ちょっと楽しみですね。ですね、私も楽しみです、うん、おー。最近はい、英語も、はい、前よりこう、お、そうですか。そうなんです、ちょっと頑張ってて、おー、時のため、はい、ちょっと英語でガイドとかも、あ、そうなんですね、はい、今日、はい、できたらいいかなと思ってるんですけど、お、どうでしょう、いいんですか、お願いしても。いい、ありがとうございます。ちょっと片言かもしれないんですけど、はい、はい、お願いします。試みとして、はい、ありがとうございます。いえいえ、ここめっちゃ真っ暗っすね。そうですね。だいぶ暗くなってきました、はい、これスカラ座ですよね。はい、スカラ座です。はい、前に紹介してもらった映画館ですね。うん、ここが埼玉でね、はい、一番古い映画館ですね、うん、はい、いやー暗いですね、はい、もう本当に人が欠けてしまった、完全に、うん、すごいですね、あの本通りとか行くとすごい明るいんですけどね。そうですね、うん、裏道は、はい、あ、でもちょっと明るくなりましたね。でも今人がいないんで、もう、はい、時の鐘、はい、独り占めできますね。あ、確かに、うん、めっちゃ綺麗に見えますね。確かに、川越で、はい、夜ご飯食べるってなったら、はい、どこ行ったらいいですか。はい、まあ、時間がそうですね、遅くまでやってるってなったら、はい、最近あのアドマチック天国でも、はい、紹介された、はい、まあ、ラーメン屋さんがね、お、ございまして、ラーメンいいですね。ちょっと店主の方も、はい、どうやら面白そうな、お、そうなんだ方で、はい、そこは逆にお昼やってなくて、はい、夜だけやってるよっていう感じなんですけど、はい、地元の人が結構、行かれてるような。あ、そうなんですね。はい、お店があるのに。はい、お店の名前はちなみに、はい、なんだかな、市場街にあるんですけど。あ、じゃあ僕の方で調べておきます。ちょっと幻、はい、あのでも調べたら出ます、あの、はい、夜まで。あ、そうですか。やってるアドマチで紹介されたんで、アドマチ、ね、はい、アドマチで紹介されたって多分調べれば出ますね。そうですね、はい、この辺はだいたいもう5時ぐらいで閉まっちゃうんで。そうですね、全然人いなくなりましたね。そうですね、へえ、いや、いいですね、ライトアップされてる。本当だ、うん、鐘が鐘が光ってるね。え、はい、ポツポツこう電灯が、うん、光ってるのもいいですね、はい、おー、よし、雰囲気いいですね。じゃあ英語頑張ります。はい、お願いします。よし、This is the symbol Timers Bell Tower in Kagoe、It is called 時の鐘、The first Timers Bell Tower was built 400 years ago、 Butお、乗った、ゴーン So the current bell is fourth generation、because、the buildings burned down three times、the bell was ringing、At that time, the bell was ringing、every 2 hours、manually.、はい、But、the time is ringing 4 times a day、automatically. The time is 3 o'clock, 12 o'clock lunch time, 3 o'clock snack time,、and 6 o'clock.、今鳴ったのは今、そうですね6 o'clock、はい、おー、But
the sound is small. So we have to silent. ちょうどなりました。ちょうど今絶妙なタイミングでしたね。これも計画通りです、はい、逆算してました。すごいっすね。なりましたね。耳澄ませた瞬間になりました ね。さすが。さすがですね。通じ合ってます。本当ですね。はい、すごい、すごい素晴らしいガイドです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいですね。もう英語でご案内ができるんですね。はい。最近頑張ろうと思って。おお。結構何回も結構なるんですね。これ6回ずつなります。はい。あ、6回なるんですね。はい、6回。スターバックスさんの看板もライトアップ。本当だ。うん。あ、夜の雰囲気もいいですね。いいですね。ここはね、はい、夜の庭の席として使います。はい。ああ、うん。いいですね。何してるの？まだね、できて、はい、4、5年なんですけど、はい、2年前の訪れる世界のスタバ20選っていうのが選ばれてる、ね、確かに確かに、なってますね。なってますね。うん、ちょうどなってます。かっこいいな、夜かっこいいですね。ですね、うん、いいですね。うん、久しぶりに夕方の時の風見たんで。あ、そうですか。すごい、だんだんアンテンシャルな気持ちになってます。へぇ、その時の鐘の中にも神社が実は入ってて。あ、そうなんだ。はい、あの目にね、ご利益がある神社。お、そうなんですね。目が良くなる。へぇ、やってますね。目にご利益があるってなんか珍しいですね。あまり、ね、あまり聞いたことない。聞かないですよね。うん、はい、木の方にも、はい、八幡宮っていう、はいはい、大きい神社あるんですけど、おその中にも目の神様、はい、いますね。ああ、そうなんですね、はい、そうなんだ。いや、面白いですね。やっぱ川越面白いですね。大ですよ、はい、やっぱあの四季折々で楽しめるっていうのと、確かに、まあ、お昼ももちろん楽しめますけど、うん、夕方ももちろん楽しめるっていう、うん、いつ来てもそんな時でも楽しいっていうのが本当ですね。好きですよね。そう、うん、あと僕は今人力車に乗ってるから、うんうん、お店に行けてないんですけど、はい、お店を巡るだけでも、うんうん、それだけでもすごい楽しいと思います。そうですね、はい、あと一日中満喫できると思いますし、うん、裏道一本ずれるだけでやっぱり歴史的なお店とかが意外と多いので、うん、確かに、うん、結構皆さん、はい、メイン通りで満足されちゃうんですけど、うん、裏道一本入ってほしいですね、はい、私は。そうですね、うん、楽しむならさっきあのね、うん、通ったあの、町屋がある あ、はいはい、あそこもすごい良かったですね。そこもそうですね、うん、かっこいいですね。なんかもう左右が、はい、そうこの夜のこの街を走るアニマティさんの背中がかっこいいですね。あ、たくましいですか。すげえ、背中も喜んでますね、はい、一周しました。はい、ありがとうございました。今日もめっちゃ楽しかったです。いや、よかったです。はい、いい締めでした。私も一日の終わりがよかったです。よかった。あ、よかった。はい、ありがとうございます。じゃあゆっくり荒らします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ7時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました。 Thank you so much。 ありがとうございます。じゃあちょっとここで締めたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ失礼します。はい。